こんにちは、バッハ協会の、田代です。あ、違った。風雅協会の田代です。こんにちは。今日は個人的な話なんですけど、まあ、これも大砲とあまり変わらないのかなと、大砲とグッピーというテーマで話していこうと思います。まず大砲とグッピーなんですけども、そうですね、その一人一人ね、個性があるんですよね。同じ、例えばフルレッドっていう真っ赤な種類があるんですけども、その稚魚一匹一匹によって、例えば上にボーっといる子とか、あと、そうですね、なんかそこの方でじーっとしてる子とかそういうのがもう全部、そのなんていうのかな、一つのその癒しをくれるという、癒し、そうですね、やっぱり風雅って、まあ中には激しかったり、例えば若いバッハの風雅のようにこう即興的な、なんか派手さとかあったりするんですけども、やっぱりね、シンフォニアとか作り始めた頃の、なんていうんですかね、こうやっぱり子供を持ったからでしょうかね、こうその、まあ、子供を思い、それを思って作ったや、その優しさっていうんでしょうかね、そんな思いが私は感じられますね、シンフォニアからはですね。なので、そのグッピーと大砲なんですけども、グッピー、まあ観賞魚なんですけども、その観賞するという一つにおいてはですよ、おいて、だけども、その一匹一匹、まあ、つまりは、まあ、各セーブというんですかね、あれ何十セーブっていうんですかね、あれ全部で、まあ、例えば30匹から30セーブぐらい、まあ、あるんでしょうけども、それとね、似たようなことがあるなと最近私思いまして、今ちょっとちょうどグッピーのお世話をしながらですね、休憩がてら、バッハ大砲について語ってみました。そうですね、最近あとはまあ友人からも指摘があったんですけども、移動度とか体、固定度、あ、失敗しちゃった、ちょっとこれちょっとね、太巻きっていうか、紙をね、二重にして作るやり方をちょっと試してたんですけども、ちょっとできましたな、若い頃できたんだけどな、
やっぱ年を取るってこういうことなんでしょうかね。唾液の量が少なくなるということなんですかね。非常にノリのね、くっつきが悪くなる。もう外側からベロつけて、もう溶かしてつけてますからね。まあ上の方はね、あんまりね、どうせ絞っちゃうんで、あまり関係ないんですけどね。今日はちょっとこれね、辛いんでね、今日はこんな感じの、まあペーパーいつもこのぐらい長さなんですけど、2枚合わせるとこのくらいになりますね。でまあこういうのを作りながら、考えていくんですけども、最近そうだね、最近もう本当にごく最近なんですけども、私過去に過去って言ってもだいぶ前ですよ、だいぶ前。そうですね、高校2年3年あたりぐらいまでかな、一応バイオリンを習わせていただいて、もう私バイオリンは下手くそだったんですけども、その先生とはね、当時はロジックって言って、今もロジックありますよね。今はロジックってアップル社が買収してしまったんですけども、昔はですね、確かドイツだったかな、ヨーロッパのミディアっていう会社が開発してやってたんですけども、まあアップルにね買収される前まではもう唯一の楽譜制作シーケンスソフトといって、いやまあ他にもあったんですけどね、アタリっていうパソコンご存知かな、皆さん Windows とか Apple とかしか知らないと思うけども、アタリとかなんかそういったあたりのね、パソコンがあったんだけど、まあ、そういう点で、おいフィルター飛んでるやんけ、どこ行ったフィルター、かってね。で、まあシーケンス、まあ昔はですね DTM デスクトップミュージックとしてはあまり活用はされてはなかったとは思います。要はそのバイオリニストのための、ピアノの自動伴奏という意味合いで、からかな、始まったと思います。デスクトップミュージック、ミディ信号を使った音楽ですね。その頃、何が言いたかったかっていうと、最近またバイオリンをね、ちょっと習い始めようかなと思いまして、
実際ちょっと作ってみたんですね。作ってみたというか、あの先生にあのまあちょっとボーイングっていうのはあの弓のあのダウンアップダウンアップ、これとですね、あと運指、あのファーストポジションセカンドポジションサードフォースってあるのかなっていうのがあって、それのねやつとか、あと弾きやすい運指とかの、を聞きにですねまた行こうと思って、でなんでそれを始めようかと思ったかというと、やっぱりあのフーガを作る、そのバッハを頂点としてするフーガを作るにあたって一番大事なことっていうのは、やっぱりバッハの、あの曲に触れることで、一番手っ取り早いし効果的なのが聞くことだと思うんですけども、あのどうしてもね、あの曲を聞くことができないんですよね。なんとなく嫌なんですよね。嫌というか、あの神経をすごい使いすぎるというか、あのバッハの曲を聴くたびにものすごいもう疲れちゃうという感じで、なので一曲一曲ゆっくりね、あの自分でやっていきたいという感じかな、私はね。で、まあこんな感じですよね。これ今やってるのはシンフォニア1番の、ピアノ伴奏を作ってみました。で、俺がこのバイオリンの部分を弾くとにおいて、今ちょっとね、あの楽譜を出しますね。
こうやってあのちゃんとボーイングとあとこれさ運指消えてるね。運指消えてるね。まあこんな感じでですね、あの上の方がバイオリンパートで、ボーイングアップダウン書いてあります。でそのうちね、あの運指もまあ今日かな、今日やります、あのやりますので、うんと、もしバイオリンをであのシンフォニアちょっと弾いてみたいな、でも楽譜編集するのめんどくさいなっていう人がいたら、これあのあげますので、なんか弾いてみてちょっと遊んでほしいなと思います。でこうやってうんと、これはバッハのバイオリン曲よりもはるかに楽ちんに弾けますので、バイオリンでバッハに触れるということにはすごく入りやすいと思いますので、すごくいいきっかけになるんじゃないかなと思ってます。今週中にね、ちょっとその、あのバイオリンの師匠のとこ行ければいいんですけどね。なので、一応 Facebook はあまりやってないな。Twitter とかね、あと動画にコメントをいただければ、この、さらにちゃんと運指、ね、あのセカンドポジションで上がるとか、ファーストポジションに下がるとか、ちゃんとそういったのを付け加えたやつはあのぜひあの差し上げますので、楽しんでみてはどうかなと思います。ちゃんと振ったのにな、もしかしてまたいつものあのせっかく作ったのに消したっていうパターンだよね、これね。よくあるんですよ。一曲まるまる風が作ったのに全部消すという。で、記憶からまた全部また作り直すっていうことがあるので、そうですね。まあ、それはいいとして。なので、あの、誰かあのバッハ好きの、バッハの風画好きをあのをものすごく探し、最近というかずっと探していますので、誰かあの絡んでください。ではお待ちしております。でこの辺で失礼いたします。それじゃあまた。消えないな。